近鉄賢島カツリークラブは、三重県島市にあるゴルフ場。伊勢島国立公園の景観日を背景に、リアス式海岸の海岸線を取り込んだ設計が、なされている。戦略性豊かなレイアウトのコースと評される。2006年から2015年まで、全米女子プロゴルフ協会が唯一日本で開催している、公式戦であるループが、ジャパンクラシックの開催地となっている。 近鉄賢島カンツリークラブの空中写真。2015年10月29日撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。敷地面積は95万平方メートル。上田治が設計し、各ホールとも自然地形を活用した起伏があるが、全体的には平坦で、距離があり幅が広い。 ラウンドは、キャディ付きとセルフを選択する。原則として一組四人でのプレイとなるが、状況により、通サムも可能である。会員権は、別荘地、雇用所に付帯するという珍しい形態をとり、企業所有も多い。2012年12月現在、個人性会員は431名、法人性会員が176名、法人無記名会員が132口。 平日会員が7名である。来客の7割が関西方面を中心とする三重県外角であり、姉妹クラブである近鉄浜島カンツリークラブと組み合わせて回る人も多い。クラブハウスは坂倉純造建築研究所の設計で近鉄グループの第二本土木が施行した。レストランはダイナックが運営しており、地元食材を多く使ったメニューを提供している。 1969年9月23日会場。当時、経営者は、近鉄不動産で、近鉄を冠せず、賢島カンツリークラブと称していた。数々のゴルフコースを設計してきた、上田治が、別荘地のゴルフ場としてゆったりとしたコースを設計した。2002年4月1日に近鉄ゴルフリゾートに、経営が移管され、名称も、 近鉄賢島カンツリークラブとなった。近鉄ゴルフリゾートは同年3月1日に設立された賢島浜島ゴルフ場株式会社にゴルフ場運営を委託した。2006年に水のクラシックの誘致に成功以降継続して開催している。地元の島市では優勝者に真珠のネックレスやヤタ鏡をモチーフとしたペンダントなどを送っている。 会場以来コースの大規模改修は行っていないが、水のクラシック開催を前に17番ホールに池とクリークを造成した。コースの整備改良は近鉄造園土木が担当した。ありがとうございます。